了解した。抜かるなよ。俺がやらなきゃ。父さんが悪いんだ。カナタ。そんな。なんてこと。カナタ、ごめんなさい。私のせいで、彼方が。違う。ミゼラのせいじゃない。でも、だって、こんなの。なんだ今の声は。誰かいるのか。人が来るの。ミゼラ、だって、君は逃げなきゃダメだ。え？でも彼方が。早く行って。いや、あなたも一緒じゃなきゃいけない。いけないよ。だって俺は罪を犯してしまったから。そんな。だってカナタは。行くんだミゼラ、走って。カナタ君、ここで何があったんだ。見ろ、修道士様が。な、死んでる。これは君が、まさか君がやったのか。はい、俺が殺しました。ここは、修道院の離れか。そうか。俺は捕まって。それで。どうするんだ。これは、外にいる人の声。どうするって、始末するしかないだろう。本気か？修道士様の息子だぞ。修道士様はもう死んだんだ。状況から考えて、カナタ君は全てを知ってしまった可能性が高い。子供の売買に我々も関与していたことが知られたら、それこそどうなるか。そうだな、確かに。そっか、修道院のみんな父さんの仲間だったんだ。みんなで一緒になって、子供たちにひどいことを。俺だけが知らなかった。何も。俺、殺されるのかな。当然、だよね。死ぬ。それが俺の。なんだ。
えてる。くっ、冗談じゃない。ドアの外の見張りも火のせいでいなくなったみたいだ。今なら。辺り一面が炎に包まれてる。ひどい光景だ。何逃げてんだよ。俺なんて死んで当然だって思ってたのに、結局怖くてこんな。そこにいるのは誰だ。しまった、見つかった。大丈夫、すぐ終わるわ。ドインがこんなことに。あ、これは知らぬいの花の香り。あ、ミッセラ、その手に持ってるのは知らぬいの花。走って、一緒に。